まだ多気象になるんですが、これはマーチの 87B というやつですね。これはマーチは次代にローダーの使用は奪われたが、コスワークヤマハ OH77 エンジン、DFV に5バルブヘッドを組み合わせたもの、搭載のスズキアグリ、フィアットフットワーク、フォーミュラー RS が、振動フットを翌88年に続け、全日本王者、他の 87B フォード、S ワーク DFV が多数、設計はアンディ・ブラウン・ドリッキーなセットアップが困難となったことで、鈴木アグリ選手が、88年第4戦のスズキフォーミュラージャパンで、活躍したのが、このフットワークの、F1 でございます。なかなかね、このフットワークのね、柄がいいですね。それこそフットワークが好きなね、人もいるんで、その人もね、この F1 をぜひ手に入れてほしいなと思うんですが、もうすでに手に入れてるかは知りませんけども、なかなかいいです。フットワークってのは昔はそれこそポンキッキ、何回見ますけど、ポンキッキの、働く車というね、ビデオがあるんですが、それを見てご覧になると分かるんですが、フットワークってのは昔は家の配達なんかも、家の配達の、佐川急便とか黒猫大和とか郵便局みたいに、品物を配達してたんですね。でそれを家にこう直に届けに来てくれてた、そういう時代があったんです。ところがそれが、ちょっと80年代に失敗して、で、企業の会社専用に なってしまったんですね。でそれで一般用の家庭の荷物の配達というのを前に挙げてしまった。でその頃のフットワークっていうのはこういうふうにかつて F1 にも参戦していまして、あとはもう一つ、そのドーム型の円形状になったレーシングカーがあるんですが、それもやはりフットワークが当時活躍していた時代があった。だからだいたいこうレーシングカーに金をかけるとなると1億円以上のお金がかかるって言われていたぐらいですから、すごい景気が良かったと同時にすごい金をかけられたんだなっていうのを改めてすごいなというものを感じていただけるのではないかなと思うんですね。でそういう時に活躍していたのがこのフットワークの F1 という形です。今では大変これも貴重な車種になりました。で、これに関しても、日本製ですね。日本製の、当時の非常に貴重な F1 というふうになっております。今ではなかなかもうこれは、手にするということがもうできにくい、車だと思います。ですがなかなかこの当時のF1 というものを知るにあたって、こういった車というのも、非常にね、良いのではないかなというふうに思いますね。これは今ではなかなか手に入らないでしょう。これ当時は300円か400円近くぐらいで買えたんじゃないかなと思うんですが、今これ1000円出してもちょっと買えないかなというぐらいですね。なかなかこれはもう大変貴重な車種で、めったに手に入らない車種となりました。でもなかなかこのフットワークのレーシングバージョンというのもなかなかこうかっこよさがあって、この柄とが実にレーシング F1 によく似合ってるなという感じで好きな形でありますね。どうもありがとうございます。